はい、こんにちは、勝地です。今回の動画はラーメン屋の元店長が作る本気の豚骨ラーメンです。全部手作りで、もちろん麺も自家製麺。結果から言えば大成功。それでは皆さん、ラーメンの世界へ。なんで豚骨ラーメンを作りたいかって、そうですね、やっぱり元ラーメン屋の血が騒ぐっていうか、まあ作りたくなったわけですよ。
ただきます。やっとできました。惜しかったです。でも完成までに5時間。皆様には安丸ラーメンで数分で出てくるより濃厚な豚骨をおすすめします。さらに手軽に家で作りたい方は、味は違いますが安丸の塩麺も絶賛販売中です。概要欄にリンク先貼っておきます。ごちそうさまでした。美味しかったです。この動画はご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。うまみディライス。